実装寺は、千葉県、香取市下流家にある日蓮宗の寺院。三号は、仏彰山。九本山は、広島市東区の国前寺。床派団林跡は、香取市史跡。香取市文化財で、床派団林唯一の遺構三本は、広島藩、浅野光明の起身という。創建年代は未生であるが、明王三年に、新言集から、日蓮習に改修して、 江戸時代には、日蓮州富士伏せ派に属していた。遠方2年に非県商人により開設された、床派団林は、漢文法難まで、日蓮州富士伏せ派の学問書として栄えた。三門は、日蓮州国前寺松寺である実相寺に、床派団林が開かれた際に、元州朝野家から寄進されたものと考えられている。当時、浅野家二代藩主、光津の性質である。 万姫は、富士布施派の信者で、日蓮宗国前寺を、当家の菩提寺としており、香取軍とも関係が深い富士布施派の僧、日光商人の庇護者でもあった。一時は、流星を極め、多数の宿坊が並んでいたが、江戸中期の火災によって道具は消失し、三門だけが火災を免れて、現在も残されている。床派団林は、 1982年3月16日に、カトリシ指定記念物史跡に指定された。実装寺3門カトリシ指定有形建造物5月13日指定。切り妻造り、四つ足門、浅川粗吹きで、本柱は片柱、前後に配置された4本の控え柱は、円柱となっている。胸札などはないが、その様式から、徳破断輪が開設された頃の建築と、 考えられている。ありがとうございます。